ろんな子供チャンネル。はい、いろんな子供チャンネルです。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございますか。そうかもし、そうだね、そうだね。今回はね、こちらにね、ゼロワンのおもちゃを並べたんですけど、今日やるのは仮面ライダーゼロワンクイズ。またやってみたいと思います。じゃあ今回は、まあ、仮面ライダーゼロワンのクイズということでね、まあ、ちょっと難易度をこう優しめでね、簡単な問題ばかりをね、ちょっと出していきたいと思うのでね、目指せ全問正解でお願いします。いいですか？じゃあ早速ね、第1問いきますよ。第1問はこれです。このドライバーの名前は何でしょう？そう、こういうクイズだよ。どうですか？簡単だね。大丈夫？大丈夫、わかる。このドライバーのね、名前を答えてくださいよ。いいですか？はい。じゃあせーので、アルト君答えてくださいね。いいですか？はい。わかった？はい。せーの、デラックス秘伝ゼロワンドライバー。デラックス秘伝ゼロワンドライバー、正解。そうですね、これがね、デラックス秘伝ゼロワンドライバーだね。これですね、箱がね、ここに変身ベルト、デラックス秘伝ゼロワンドライバーでね、そう、これがね、交代の、これ実はさ、当たったやつなんだよ。さあ、これ先行販売でね、プレバンの先行販売で抽選で当たったやつなんだよね。実際の発売日よりもちょっとだけね、早くゲットできたんだよね。で、これがね、秘伝ゼロワンドライバー、このドライバーとプログライズキーで変身するんでしたね。じゃあゼロワンに1回だけ、ね、変身しようかな。はい。ゼロワンドライバー、そしてプログラズキーでまずスキャン、これを展開して刺します。変身、そうでしたね、秘伝ゼロワンドライバー、正解です。はい、次第2問。第2問はこれだ。これはこれは何という名前でしょう？大丈夫ですか？これカバン、カバンみたいだよね。カバンの剣。そうだけど武器になるんだよね。さあ、カバンの剣、カバンの剣だけどね、何という名前かを答えてください。大丈夫ですか？じゃあいいですか？はい。せーの、デラックスアタッシュカリバー。アタッシュカリバー、正解。そうですね、ちょっと電源入れてみようか。アタッシュカリバー、そう、アタッシュカリバー、これはね、カバンなんだけど、ここを押しながらね、こう、そう、これで剣になるんだよね。実はこのカバンはタタタッつってね、何もしまえません。そう、カバンの形をしてるけどね、カバンとしての機能は皆無でね、何もしまえないんだよね。で、ここにプログライズキーをセットしたり、一度閉じてね、そして広げてフルチャージ、さあさあさあ、カバンスラッシュラーっていう、こういう感じでね、遊ぶんだよね。今回は箱がありません。今回ね、ちょっと箱がなかったね。どっかにはあると思うんだけどね、どこ行っちゃったか分かんなくなっちゃったね。そう、カバンスラッシュってね、こういう感じでした。そう、そうだね、今回はなんだっけ、アタッシュカリバーだね、正解でした。はい、じゃあ次は第3問ですね。第3問はこれだ。おー、これはよく見るやつだね。使いやすいっていう感じですけど、さあ、これは何という名前でしょうか、はい、いいですか、はい、もう分かった、うん、大丈夫ですか、簡単、いいですか、はい、じゃあせーので答えてくださいよ、はい、せーの、デラックスエイムズショットライザー。デラックスエイムズショットライザー、正解。そうですね、これですね、変身ベルト、デラックスエイムズショットライザー。ちょっと値段のシールもね、まだ貼ってあるんだけどね、これは仮面ライダーのバルカンと、あとバルキリーもね、これで変身するんですよね。そう、じゃあ変身いきますよ。
ああ。ボトル硬い。硬いよ。そして。変身。これで仮面ライダーバルカンに変身ですね。かっこいいねバルカンね、うんうん、お父さん結構好きだなというわけで第3問はエームズショットライザーでした。はい、はい、じゃあ第4問ですね。第4問はこれだ。これは新しい系の武器だよね、うん、そう今一番新しい変身フォームのねで武器だよね、使ってる武器だよね。銃になったり斧になったりするっていう武器ですけども、さあこれの名前は何でしょうか。そう大丈夫ですか、うん、もうじゃあ答えれますか、はい、いいですか、はい、はい、じゃあせーので答えてくださいよ、はい、いいですか、せーの、デラックスオーソライズバスター。デラックスオーソライズバスター正解。そうですね、これですね。これってバルカン使うの？なる。デラックスオーソライズバスター。まだ値段のシールがついてる。まあそうね。最初バルカン使ってたよ。バルカンがね銃として使ってたよね。で途中でねゼロワンも使ってたっていう感じでね。そういう感じだった。そう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 。でこれで銃、銃としてでここを押して小持ち手を広げてここをね広げるとアクスライズでここで斧になる。そうこれを閉じるとガンライズね。でさらにゼロワンのねあのドライバーだね、秘伝ゼロワンドライバーってここの部分とねスキャンすることでね必殺技もできるし、ここにプログライズキーをセットすることもできるんでね、でセットしてスキャンってするとさらにね必殺技がね強くなるっていう感じでね、必殺技音声がねすごいたくさんあってね、これはすごい楽しいんだよね、うん、じゃあまずここにプログライズキーをねセットしてみようかな。そう久しぶりやん。そうで押せよ。バスタードーン。バスターダストだね。じゃあ斧のねモードでスキャンのね必殺技もね一回やってみようかな。こことここで合わせてこうか。ジャンスでてててゼロワンボンバー。ああ当たっちゃったゼロワンボンバー。この必殺技の前動画でやってますね。そうだね、こういう感じでねこういろんな必殺技音声が出てね、これはなかなか面白かったね、うん、というわけで第4問かな、ね、オーソライズバスターでした。じゃあ第5問、まあ、最後の問題にしようかな。第5問、最後の問題。あ、今回はいつもより少ない。ちょっと少なめでね。最後の問題はこれだ。あー、一番新しいだ。そう、これはねドライバーなんだよね。一番今新しいドライバー。さあ、このドライバーの4つ目のドライバーだね。まあ今回ね、そうだね、もう4つ目になるんだね。さあ、もう前回まで結構3つとかぐらいだったけど。そう、今回ちょっと多めだね。ドライバー、このドライバーのね名前をね答えてください。結構長めの名前です。そう。大丈夫ですか、うん、大丈夫ですか、はい、じゃいいですか、はい、じゃせーので答えてくださいよ、はい、せーの、デラックスザイヤサウザンドライバー。デラックスザイヤサウザンドライバー正解。そうだね、コウちゃんもいるんだよ。そう、コウちゃんも一緒に答えてたね。これですね、変身ベルトデラックスザイヤサウザンドライバー。そう、これがね新しい仮面ライダーの仮面ライダーサウザーなんだよね。パーフェクトライズって書いてあるね。これがねもしかしたらラスボスかな。強いね、強い、多分強いだろうね。そう、今回はね、そう最初はね滅亡人雷ネットのね2人がこう悪役のような感じで出てきたんだけども、最終的に悪いのはこいつかもしれないね。そう、まあ、展開も楽しみですけどね。じゃあ変身もねちょっとやってみますよ。まずはこっちに入れるのかな、これを。お、そしてこれを押すと
展開するので、今度は反対側に刺します。変身。かっこいい。ザイヤ。真ん中がね、こうやって観音開きで開く前もあったよね。何だっけ？ビーストドライバー。そう、ビーストドライバーにね、似てるの。オープンって言って開くやつだよね。確かに2つとも刺せるし、ね。そう、もうあれもこっちとこっちで確かね、指輪を刺して中が金色だったからね、結構似てるよね。うん、ちょっとビーストドライバーと比べてみようか。こっちがね、サージャンドライバーで、これがね、ビーストドライバー。そう、これもね、こうやって指輪刺して、左右に指輪刺してね、こう観音開きで開いて、キンキン色っていうのはね、まあ、ちょっと似てるよね。似てるよね。ちょっと、まあ、こっちのがメッキがすごくてね、キンキンだけれどもね、まあ、でも、多分強さで言えばね、こうサウザーの方が圧倒的に強いんだろうなと思います。はい、まあちょっとね、どんな感じでね、こう出てくるのか、本編も楽しみだね。はい、はい、というわけで、第5問はサウザンドライバーでした。はい、はい。はい、というわけでね、今回は仮面ライダーゼロワンクイズをね、やってみました。全問正解だったね。役者簡単だったかな。じゃあ今度はね、ちょっと難易度の高めの難しい問題もね、お父さんまた考えようかなと思いますので、ね、全部お願いします。じゃあちょっとまた考えてみるわね。はい、はい、じゃあ次の動画もよろしくお願いします。バイバーイ。じゃあ出てくるよろしくお願いします。